旗、森山は、福井県鶴ヶ市と美浜町の境界に位置する山である。旗、森山のすぐ南には、旧国名の若狭国と越前国の国境の赤峠があり、丹後街道が通っている。現在でも、県道225号と JR オバマ線が通っており、交通の要衝となっている。このため、赤峠を見下ろす旗、森山は、軍事上の重要拠点であった。 戦国時代には若狭攻めに来襲した朝倉氏の軍勢を建成するため、三浜町助垣の国吉城主であった、阿波や勝久が山頂に旗竿を立てたという、これが旗、森山の山名の由来と言われる。登山道は赤峠付近からの送電線印純士路を利用する。旗、森山の山頂には318.2メートルの山峠三角点があるが、眺望は効かない。 さらに尾根筋を北へ進むと、標高339メートル付近には、あたご神社の小さなお堂がある、若狭湾の展望が良い場所である。神社近くの尾根の東側には、林道が付けられており、林道をたどって下ると、西原地区へ出る。この林道は、車の通行が可能であり、先の神社近くまで上がることもできる。あたご神社よりさらに北の尾根にも道が続くが、 四等三角点のある400.9メートルのピークに至る途中で道が途切れる。旗森山麓に沿って獣害防止用のフェンスが設置されており、下山や入山時にゲートを閉めるよう注意が必要である。ありがとうございます。